今年もアーなんです。勝てば9連覇新記録。対するは元カズマさん。運数で勝負します。去年は3位でした。初めてのこの決勝の舞台となる元カズマさん25歳。帝京大学の OB です。新記録の9連覇は意識するんだけれども、連覇するためにはやっていない、いつも通りの自分の空手を見せたいと大会前に語ったキユナ。ランキングラウンドでも 27.86。 宇佐美さん、キユナのアーナン、どんなところに見どころがありますか？はい、キユナ選手の持ち味は体全身の力を技に乗せた迫力ある演武が持ち味となっています。そしてさらに昨年よりもパワーとスピードをアップしてきましたと聞いておりますので、とても楽しみです。シンプルに技の強さやスピードを表現できる中にも、劉衛流独自の技の激しさ、体さばきなどがあります。そこがキユナ選手の得意の部分でもあります。その細かい体さばきはキユナも見てほしいところの一つだと言っています。さあ、まずは正面の敵に対します。力強いです。キユナ選手、突きの力、蹴りの力、一つ一つの力を磨いてきました。筋力的には下肢を重点的に鍛えています。しっかりと自粛の期間でも土台を固めてきたところになっています。技から技へのつなぎの部分なんですけども、そこの部分もキユナ選手意識しています。止まりすぎず、速すぎず、しっかり表現していますね。まるで相手が見えるような、この躍動感や気迫も見ている人を引きつける要素になります。圧倒的な迫力でした。拳のところも少しすりむけているような跡も見えました。そうですね、巻き腹というものをしっかりついて臨んできたのかなと思いますね。仮想の敵ですが、まさに敵を倒す気迫、そして力強さが溢れていました。さあ、元カズマサは運数で対抗します。元選手の持ち味は下半身の安定感です。そして松濤館流のダイナミックさの中に切れ味のある技にも定評があります。本人は
最初の見せ場、四方向への突きと言っています。それから切り返し、そこも重点的に稽古をしてきたと言っています。この運数という方は、松濤館流の方でダイナミックに体を使って技を出すのが特徴的です。3回目の後に手法突きがあります。ですね、持ち味の安定感の中にもスピードを感じられました。倒れ込みながらの蹴りも安定感がありました。この躍動感ある技も元選手は好きだと言っています。この後最後、大技のジャンプがあります。元選手は飛び上がると同時に天井に体を向けながら回るという飛び方をします。自分への挑戦です。ですね、着地も乱れず良かったと思います。しっかりと着地決めてきました。気合の一撃で締めくくりました。元和正、初めてのこの全日本決勝の舞台でした。出し切ったでしょうか。そうですね、挑戦者の気持ちだと思うんですけども、攻める気持ちっていうのがしっかり型に表れてたと思います。さあ、この後両者の得点が発表されます。高得点で喜友名諒9連覇。阿部亮輝さんの8連覇を超えてこの全日本新記録 28.74、 30点満点です。高いですね。高いですね。高得点ですね。